自己紹介が必要かな。私は探偵だ。英雄を望んでいたなら残念というほかないが、探偵や推理家を所望なら君は良いカードを引き当てた。変装は得意でね。とはいえこれはいささか違うか。コートは変えなくてもいいだろう。うん、似合っている。そうだろうとも。そう選んだからね。生きることこそいかなる想像力をも超えた不思議と出会う術さ。教育に終わりはないとも。待つのもいいが、ここに続けても新しい依頼人は来ないだろう。君は観察をしているかい？ただ目で見ているだけではいけないよ。君は私の依頼人じゃない。強いて言えば助手のようなものか。実のところ興味深いよ。東洋的に言えば縁ということになるか。さて、21世紀におけるライヘンバッハはどこになるのか。なんであれ、退屈はせずに済みそうだ。ブラバツキー夫人、彼女の感情については理解できる。仕方のないことさ。ああ、仲が悪いわけではないよ。古い知人だからね。ヘンリー・ジキル、彼とは一度語り合う必要がある。時計塔の魔術師か。少し時間を割いてもらうとしよう。話すべきことがある。好きなもの、操作と、あとはそうだね、嫌いなもの。さて、君は何だと思うね。聖杯、興味深い観察対象だ。聖杯そのものよりも周囲に発生する事象の数々がかな。新しい事件のような。さて、楽しませてくれるかな。ああ、邪魔をしないでくれるかな。考え事をしているんだ。すまないね。何かな、私に用でも。できれば私が興味を抱く内容であると嬉しいね。そう、君の勘についてはそれなりの信用を置いているつもりだよ。ワトソン以外で僕の助手を公務を務められたのは君が初めてになる。無論褒めているとも。いつの日か君は完成された人物となるだろう。平凡ならざる存在と言ってもいい。ああ、今ではないがね。今は一歩ずつ進んでいくといい。焦らずに。